皆さんこんにちは。茨城情報バラエティ週刊イバスタ、番組 MC 9月担当の川島忍です。この週刊イバスタは週に1回水曜日に更新、茨城に関する盛りだくさんの情報を30分に凝縮してたっぷりとお届けしていく番組です。ということで、昨日の9月22日復興支援野外フェスのプレイス2015に出演した後にですね、ちょうど今12時頃はですね、私は京成百貨店の方にステージで出演しているんですけれども、その後下北沢のガレージというライブハウスにて新衣装をなんと今日お披露目になっておりますので、ぜひぜひこの番組見ていただいた方はそちらの方にも駆けつけていただければと思っております。そして今日の番組衣装なんですけれども、2週続きましたピーナッツシリーズを脱却いたしまして、今日は青いお花柄の、はい、セーターになっております。ということで30分楽しくやっていきたいと思います。よろしくお願いします。最初のコーナーは茨城県内で起こったさまざまな出来事をお伝えするニュースのコーナーです。最初はこちらのニュース。スポーツ吹き矢大会開催。今月9月9日10日の両日、石岡市の石岡運動公園体育館で第10回スポーツ吹き矢茨城県大会が開かれました。大会には茨城県内58支部から男女合わせて約1000人が出場。この大会は11月に行われる日本選手権の本県代表選考を兼ねて行われ、参加者は互いに腕を競い合いました。続いてはこちらのニュースです。取手競輪ラストレース迎える。取手市で行われてきた取手競輪が9月12日、取手競輪場でラストレースを迎えました。取手競輪は、参加者が思い思いに電飾で飾った自転車を走らせ、輝き具合や発想を競うユニークなレースとなっています。このイベントは2004年に始まり、今年で11回目を迎えるも、参加者の確保が困難になったとして、今年限りでの終了を決断したとのことです。今回の取手競輪の大会が今大会で終了なんですけれども、また新しい名物企画ができればいいなと思っております。続きましてこちらのニュースです。行方新選組祭り開催。今月の9月13日幕末時代に活躍した新選組の初代局長芹沢鴨と副長助勤の平間重介の出身地とされる行方市で行方新選組祭りが行われました。都内のファン団体新選組滝野川隊は激しい動きで盾の演舞を披露し、会場を盛り上げました。行方新選組祭りは芹沢鴨の命日にちなみ毎年9月に開かれ、今回で11回目の開催となりました。その他、ちびっこチャンバラ大会では小中学生約100人がスポンジの剣で腕を競い合うなどしました。続きましてはこちらのニュースです。巨大キノコ発見です。筑西市東石田の市道の脇で巨大なキノコが見つかり、多くの地元住民が見物に訪れるなど話題になっています。雑草の中には直径約90センチあるキノコの塊が確認されました。このキノコは20センチほどの傘のキノコが数多く密集している状態になっています。近くに住む住民の方からは鍋にして食べたいなどとの声が聞かれました。ただいま私も初めて映像を見たんですけれども、かなり大きなキノコになっておりますので、これはもう名物決定ですね。最後のニュースはこちらです。アラン一平投票を呼びかける。ゆるキャラグランプリ2015の上位入賞を目指し、大洗町のイメージキャラクターアラン一平が9月14日鹿島臨海鉄道線大洗駅で学生や通勤客らに投票の協力を呼びかけました。
ゆるキャラグランプリは全国各地のご当地キャラが人気を競う大会で、アライッペは上位入賞を目指しているそうです。9月14日現在の途中経過の順位は222位となっております。大洗町は町内の小中学校や幼稚園などにチラシを配布するなど周知に力を入れているそうです。ゆるキャラグランプリの投票は11月16日まで大会公式ホームページで受け付けています。アライッペはもう東京で私が自由が丘でライブをした時にも大洗の物産ブースで一緒に来てたんですね。なのでかなり周知はあると思うんですけれども、他にもミトちゃんだったり稲吉くんだったりいろんなキャラが茨城県からは出場するとのことなので、それぞれが頑張ってほしいなと思っております。アライッペ頑張ってください。以上ニュースのコーナーでした。さあ続いては茨城県内各地で開催されるイベント情報をご紹介します。第25回花立山星祭り2015、場所は常陸大宮市花立自然公園、日時は9月26日土曜日15時から。花立山天文台ビスターと手作り82センチ望遠鏡公開や星空コンサート、お楽しみ抽選会、模擬展など楽しい催し物でいっぱいです。また定期的に一般観望会も開かれており、普段は見れない天文台を身近に感じることもできます。詳しくは公式ホームページをご覧ください。第11回水郷潮来月祭り、場所は水郷潮来あやめ園特設ステージ、日時は9月26日土曜日雨天順延。ゆったりとした時の流れの中で風情豊かな潮来の秋を楽しむ水郷潮来月祭り、季節の声を感じ自然のリズムにゆったりと身を委ねる、この秋しばし喧騒を忘れ緩やかな時の中で吹けゆく水郷の酔いを心ゆくまでお楽しみください。大洗しらす祭り、場所は大洗魚市場脇、日時は9月27日日曜日。大洗で採れた旬の秋しらす、採れたての生しらすを味わってみませんか。大洗魚市場で大人気ホッキ貝の販売も行います。また子供も遊べるタッチプールやミニ釣り堀コーナー、大洗町漁業研究会による漁業体験も行います。ぜひ漁師気分を体験してみてはいかがでしょうか。ここで追加でお知らせがございます。第11回水郷潮来月祭りにおきましては、私、19時から出演がございますので、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここで紹介した以外にも茨城県内では今週も様々なイベントが開催予定です。ぜひお誘い合わせの上足を運んでみてはいかがでしょうか。続いてはイバキラ TV のオンデマンド番組を紹介するコーナーです。今回は茨城ペロリです。この番組は茨城県内の大盛りのお店を中心に茨城ならではの特徴ある料理を、美人フードファイターとして人気の増渕幸男さんが豪快に食べて紹介していきます。今回紹介するのは今年の7月にリニューアルオープンしたばかりの守谷サービスエリア、パサール守谷の7店舗の絶品メニュー。それでは VTR ご覧ください。どうぞ。ということで4品目は焼肉トラジさんの常陸牛カルビ定食になります。見てください、光り輝くお肉です。やったー。もうね、ちょっと幸せで楽しみすぎて、ちょっともうさっきからね、ほっぺたが緩みまくってるんです。いただきます。
とろけて冷えました。何ですかこのものすごく美味しいお肉は。これが常陸牛ってやつなんですね。恐るべし。何ですかねこの超上質な脂身、旨味。あーもうたまらん、こんな贅沢あります？もうこんなカルビ見たことないですよ。ちょっと2000円って高いなって一瞬思っちゃったんですけど、食べたらそんなことどうでもよくなりますから、最高です。うん、こんなところにも納豆が。うわ辛い。え、やばい、強敵現る。めっちゃ辛い。これ何ですか？こちら納豆チゲスープだそうです。すごいですね、チゲスープにもやっぱり茨城の納豆が入ってるということで。めっちゃ辛いですけどね。すごい辛い。では最後の常陸牛をいただきたいと思います。名残惜しい。うん、はい、ということでペロリ。いやもう常陸牛最高でした。これおかわりは、あ、なし、なしです、すいません。いやもう本当に美味しかったんですけど、辛いの苦手な方は帰った方がいいかな。ですがもうとにかくこの常陸牛カルビ定食ぜひ食べてみてください。ごちそうさまです。珍しい味噌味の親子丼ということで、すごく気になりますね。卵がプルプルしてます。では早速いただきます。いやーもうね、さっきからすっごいいい匂いするんですよね。これも本当味噌の、あ、なるほどね、ご飯とこの鶏の間に味噌がかかってるわけですね。いただきます。うん、うん、うん、あコクうまー、おいしい。あ、このすごくコクのある味噌が卵にも鶏にもご飯にも全部にマッチングしてすっごいおいしいです。あー、いいですね味噌味の親子丼って。初めて食べましたけど病みつきになりますね。うん、あーもうほんと何より卵が美味しいです。ふわふわのプルプルのトロットロって感じです。それが最高に美味しいです。ということで最後の一口になります。美味しかった。うん、はい、ということでペロリ。はい、ということでございました。いや増渕さん美人な上にいい食べっぷりでしたね。しかも
今の時間がちょうど12時頃なので、皆さんお腹すく頃にこれは辛いんじゃないですかね。ぜひこういったサービスエリアなどに寄っていただいて、美味しいものを食べていただければと思っております。この番組はいばきら TV のホームページからいつでもご覧いただけます。ぜひチェックしてみてください。いばきら TV をご覧の皆様こんにちは、キューバーズです。よろしくお願いします。僕たちですね、10月7日シャイという曲で、CD デビューが決定いたしました。イエーイ。よこの曲はですね、一見片思いの曲なんですけども、これからデビューする僕たちの気持ちと、リンクするところも、ありますので、ぜひですね、歌詞にも注目して、いただきたいと思います。はい、そしてそれに並行しまして、僕ら10月16日に待望の初ワンマンライブも決定しました。ありがとうございます。場所は六本木の毛布というところなんですけど、茨城からは少し遠いかもしれないんですけど、僕ら最高のパフォーマンスをしますので、よければ遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、そして僕たちはですね、今後も、茨城にはコンスタントに、行きたいなと思っておりますので、応援のほど引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。今週のワンコーナー、シノピーの三味線講座。うわさあ、今週も始まりましたシノピーの三味線講座。私が生き生きとお送りするこのコーナーでございますけれども、先週に引き続きまして、今週もさまざまな三味線の情報を皆様にお伝えしていきたいなと思っておりますので、お付き合いください。それでは今週のテーマはですね、三味線の、三味線音楽にまつわる題材、テーマについて迫っていきたいと思っております。まず三味線のその民謡だったり古典の音楽だったりっていうところは、どういったテーマで、繰り広げられていて今に続いているのかというところなんですけれども、まず私がやっております津軽三味線の民謡系のものなんですけれども、これは皆様の生活の中に隠れている、その生活の一部が歌になったりしたものが多くてですね、例えば多いのは、その馬で道中こう歩って旅をしている人だったりすると、パカラッパカラッというこのリズムに合わせて、その時の感情だったり、その道が遠いなとか、寒くて縛れるなとか、そういった歌がですね組み込まれておりまして、そこに付属するお囃子で代表的なもの、例えばソーラン節が北海道の民謡なんですけれども、こちらが漁師の歌になっておりまして、歌が、やーれんソーラン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 はいはい、にしんきたかとかもめにとえば、わたしゃたつとりなみにきけちょいやさえんやさのどこいしょはーどっこいしょどっこいしょという、この漁師の歌に続きまして、網を引く動作がこれがお囃子になっているわけですね。で、まあ順番順番にいろんな地方で言葉があるんですけれども、歌の歌詞があるんですけれども、それはまあ歌い手さんが歌って、そこにまあある程度節を歌ったら、じゃあみんなで「はあどっこいしょどっこいしょ」、じゃあ次誰々さん歌ってみたいな感じの流れで、どん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 歌詞が生まれていったとされております。こういった身近なものがですね、簡単な節が多くて、で歌詞版がすごく多くてですね、みんなが覚えやすかったりするので、各地方にいろんな形で残っておりまして、今にも親しみやすく続いているものが民謡というわけなんですけれども、じゃあ古典ジャンルは一体何から始まっているかということで、こちらでも説明させていただきたいと思います。まず古典の、私が学校でやっております長唄三味線というジャンルなんですけれども、こちらのまず題材が、語り物と、それから風情を表したものなどなどがあるんですけれども、大きく分けるとその2つになっております。で、これがもともとはですね、全て語り物のほとんどはですね、のお能から始まっているものが多くて、お能はもう歴史的にも650年700年前から始まっている、観阿弥世阿弥の始めた、これは仏教信仰のための劇なんですけれども、でそういったもので、じゃあなぜ仏教信仰で、まあ、そうい
そういうお話ができてきたかというと、仏教信仰で始まったその内容というのが、まずはその妖怪退治というところにありまして、妖怪退治ですと例えば道成寺という日本舞踊でも、それから歌舞伎でも有名な一曲があるんですけれども、こちらが旅をしていたお坊さんが途中で一目惚れをし合った女の人と会うんですけれども、また旅が終わって一周してきたら君のところに帰るよ、だけれどもその自分のと旅の途中で女のところに戻ってはいけない、出家をした身なのだからということで帰らなかった結果、女の人が追っかけてきてるうちに蛇になってしまって、その大蛇が僧侶が逃げた道成寺というお寺まで追いついてしまって、鐘の中に隠れた安珍という僧侶を清姫というその蛇が巻きついて炎を吹き当てて焼き殺してしまうという話なんですね。でここで登場してくるのがその蛇を鎮めるための、まあ、仏教なんですけれども、こういったところでいろんな妖怪の話だったりっていうところで、まあ、仏教信仰につなげてくるのが王道の一番スタンダードなものだったり、あとはそうですね、枕草子だったり平家物語だったり、そういったものが題材になっているわけなんですけれども、でこのお能の話が今度はお琴、箏曲というジャンルに行ったりとか、長唄っていうジャンルに行ったりとかっていうところで、ただこう歌っていたものが今度は音楽、メロディーがついてもっと親しみやすい形となって、現在にも古典クラシックという形で受け継がれているわけなんですね。なので民謡とはもうまるっきりジャンルの違う、そして民謡は長くても5分ぐらいなんですけれども、古典ジャンルになってきますと、まあ、長いもので40分1時間超えるものもありますし、手短なものでもそうですね、まあ、20分ぐらいはかかったりするという大きな曲になっております。簡単なものと申しますと、江戸時代頃に作曲されました曲ですと、例えばあやめ浴衣という、まあいわゆる浴衣だったり夏祭りだったりっていうものの CM 曲として作られた風情ある一曲だったりとか、それから神田祭りという曲がありまして、今も皆様ご存知の神田祭りを、まあ、昔その風情をそのまま曲にして、今にもその状況だったり風情だったりを伝えているということで、分かりやすい言葉、どんどんかっかとか、あとはそのお祭りの掛け声のえんやりょうい、おんやりょういという言葉を使ってたり、まあお能から取ってきたものとはまた違ったいなせな、粋な感じの言葉が入っているものは、割と現代のに作られた、最近に作られた曲となっているので、まあでも新曲となりますとまたちょっといろいろ変わってくるんですけれども、ほとんどの古典はお能から取ってきたもの、それから江戸時代だったりそのまあ、明治ぐらいの風情だったりを表したもので、民謡は私たちのその生活の一部を組みと切り取って音楽にしたものということで、題材がかなり変わってくるものになっております。ということで今回は題材テーマについて探索してみました。続きましてシノピーへのよろず質問コーナー、イエーイ。こちらのコーナーは視聴者の皆様からお寄せいただきました質問に川島しのぶがお答えしていくコーナーです。ということでまず第一質問、こちら。三味線を聴くならまずこれという三味線奏者または楽曲はありますか、という質問です。ありがとうございます。そうですね、まあ皆様三味線の祖といえばやっぱりその高橋竹山先生だったり山田千里先生、それから白川郡八郎先生と、もう昔の偉人方の名前をまず挙げられると思うんですけれども、正直ビギナーの方にはですね、これを聞いても三味線の雰囲気だけしか多分味わえないと思います。それもすごく大事なんですけれども、まず三味線が楽しい、こういった楽曲があるんだ、もっと聴いてみたいというところに関しましては、吉田兄弟さんだったり吾妻宏光さんだったり花千恵さんだったり、今活躍なさってるポップスとかロックとかジャズとかとコラボしてる方々の演奏をまず聴いた方が耳なじみがいいかなと思います。そこからもっといろんな曲を知っていただいて、もう民謡だったらソーラン節でも構いませんし、それから音頭系でも構いませんし、津軽民謡だったら、まあ、五大民謡のジョンガラ節、アイヤ節、三下がり、よされ節、おはら節と、こういったものがあるんですけれども、まあ、そこから徐々に徐々に攻めていっていただいて、じゃあ三味線の祖が
弾いていた曲は一体何なのかというところで、高橋竹山先生たちの曲を聴いていただいた方がいいかなと思っております。続きましての質問、こちら。三味線奏者の方が演奏中にチューニングしているのを見るのですが、意図的にチューニングを変えているのでしょうか、という質問です。ありがとうございます。そうなんです、私たちがこの上の部分、まあギターでいうペグの部分、私たちは糸巻きともう純粋に言うんですけれども、ここの部分がもう完全にそうですね、調弦の調整を変えるところなんですけれども、ギターやバイオリンと違ってかなりチューニングに関しましてはすごく弱い楽器になっております。というのも湿気だったり、あとは光の熱だったり、環境によってすぐこの糸巻きが下がってきてしまったりとか、糸が絹の糸なので鉄の糸と違ってすぐ伸びてしまったり、ちょっと縮んでしまったりで簡単に音が変わってしまうんですね。なので他の楽器と違って演奏中に手がもう開放弦になった、その空いてる手でパッとこう一音出してキュッと元の糸の音に変えたりとかして、そういったタイミングを見計らうのも私たちの仕事なんですけれども、そんな感じでかなり意図的にもうすごく耳を凝らして調弦をいい感じに変えたりしております。そして私たちのこのもう一つのポイントが、絶対音感ではなく相対音感というところになります。現代曲になりますと決まった音階でドソドっていうのが決まってたりするので、そこの気音に基本になる音に合わせて調弦するので正確な音にすることもできるんですけれども、ただ民謡をこうやるで自分がその基音を作る人間になった時に、歌い手さんがちょっと調子が上がってきてしまったりとか、あとは他の演奏者さんとの兼ね合いで、例えば演奏するグループのリーダーの方がこの音っていうちょっと例えばドより半音よりもうなんかドとドシャープの間の微妙な音になってしまって、その調弦してしまってもその音に合わせて演奏を続ける、その音を基準にドソドの幅を決める、調弦するということをしておりますので、絶対音感ですとこれがうわ最後までちょっと気持ち悪い音かも、ドがちょっと上がってて早く直したいけどそうもいかないなみたいなちぐはぐが出てきてしまうので、和楽器奏者のほとんどは相対音感で鍛えられております、ということでございました。そして最後の質問です、こちら。三味線あるある言いたい、私が言いたいか、そうか、では行きたいと思います。三味線あるある、第1、肩こり。第2、雨が嫌い。第3、満員電車が苦手、というところなんですけれども、ざっくり説明しますと、私の三味線は楽器自体ももちろん重くて、ソフトケースに入れていながらもこの間重くて測ったんですけれども 7,8 キロありまして、それを毎日こう背負って都内だったり学校までだったりその仕事現場まで歩いて行ったりしてるので、これは肩こりと腰腰痛の原因になるので、占いあるじゃないですか、いろんな本当おみくじだったり神社でお参りする時だったり、昔はこの人と恋が成就しますようにとか痩せますようにとかいうお願いしてたんですけども、もう本当に最近それがひどくて、肩こりと腰痛と風邪が治りますようにみたいな二十歳とは思えぬお願い事ばかりが増えているので、本当にこれは悩ましいことでございます。そして満員電車は楽器が重いので、で楽器自体とっても高級なものなので、ちょっとこう蹴られたりぶつかってしまったりするとかなりちょっとやめてって感じになってしまったりとか、あとは雨にとっても弱いので、もうなんでしょうね、修理代よりはもうタクシー代を使った方が安いってなって会場までタクシーで行ったりとかして、かなり雨予防には徹底をしております、ということでございました。以上、シノピーのよろず質問コーナーでした。バイバーイ。つくばラーメンフェスタ2015、開催は10月10日土曜日から12日の月曜日まで、時間は10時から19時まで、スープなくなり次第終了です。場所は研究駅前学園公園、雨天決行。毎年恒例の大人気イベントが今年も開催、全国で人気のラーメン店、茨城の名店、奇跡のコラボなど、あなたの心と胃袋を満たすこと間違いなしの美味しいラーメンが続々登場します。入場無料、
ラーメンは1杯750円、ラーメンはチケット制で販売します。前売りは全国セブンイレブンでお買い求めください。以下参加店舗の一覧です。ぜひお誘い合わせの上お越しください。はい、ということで今週もエンディングでございます。いや、巨大キノコを調理したいとかいう方がいらっしゃったりとかですね、あとは茨城ペロリのオンデマンドの紹介だったり、この番組はもう美味しい匂いが今にも漂ってきそうな感じで今日は締めくくりましたけれども、私もこれから県庁の食堂に行ってみてですね、美味しいもの食べて帰りたいと思っております。この番組ですね、そういったあの今日紹介したものをまた再放送で見れますので、その時間帯をご紹介したいと思います。再配信は水曜日の夜10時に1回、木曜日と金曜日はお昼の12時と夜の10時に2回再配信しておりますので、またチェックよろしくお願いします。さて、ここで私から告知がいくつかありますのでご紹介させていただきたいと思います。まず9月26日今週末の土曜日、千葉のイオンモール銚子店で私川島しのぶのインスタライブがございます。その後、先ほども紹介いたしました水郷のイタコアヤメ園での月祭り、こちらが夜の7時からになっておりますので、こちらもお誘い合わせの上お越しください。翌日お昼前の11時から、ホロルの湯にて、私ソロではないんですけれども、私の所属しております芸能集団ゲンゴロウというチームで、子供たちと、それから私の師匠一緒に、コンサートがありますので、こちらもお越しください。その後、北口のペデストリアンデッキにて、9月27日、14時20分からこちらまたライブがございます。そして何よりも皆様に一番チェックしていただきたい、10月10日土曜日、私の生誕祭と新 CD のリリースパーティー、そして、新事務所ハレルアーツの初企画ということで、茨城を代表し、今注目を集めております女性アーティストばかりを集めましたイベントがございますので、こちらもぜひぜひ遊びに来ていただければと思っております。こちらのチケットが、私の公式ホームページに記載されておりますお電話番号か問い合わせフォームの方から、ご予約をいただければと思っております。ということで、恒例のあれをやって今日も終わりたいと思います。それでは来週もまた見てくださいね。じゃんけん。